アイドル、それはいつの時代も人々の心を強く引きつける奇跡のような存在。これまで何度その眩しい姿に支えられてきたでしょう。彼らはいつだって未来へと歩く背中を押してくれた。音楽で人々に希望をもたらすこと、アイドルが作る最高のライブを後押しできるような曲を作ること、それが私本田ゴゴの夢。お、ソングステーションよ。はい、それでは本番開始します。皆さんスタンバイお願いします。19。ざわついていた空気が静まり返り、一斉にみんなの表情が引き締まる。私も思わず息を呑みました。私は本田ゴゴ、シャイニング事務所に所属している作曲家です。今日は音楽番組ソングステーションで私が作った曲が披露されるので見学に来ています。続いては話題のアイドル3グループスターリッシュ、カルテットナイト、ごめんほんまにごめん、ほんまにごめん。そしてヘブンズです。うん、こんばんは。おお、びっくりした、びっくりした。わ、みんな、おう、みんな、あ、みんな元気そうだね。おお、ごめんね、僕の携帯のつなぐやつは調子が悪いんだよね。今日歌う曲はきらめきエモーション、早く届けたいとずっと思っていました私たちの新曲です。オッケーオッケー。セシルさん、なあ、なあ、なあ、最初から最後まで全力全開でみんなのことを目いっぱい楽しませる約束ってするぜ。おう、レンさん、最高のステージは夢じゃない、俺たちが今ここに作り上げるんだ。もちろん君だけ。さあさあ、この手を取ってついてきてください。音楽には人生を変える力がある。はい、僕はこれまでたくさん受け取ってきた以上のキラキラを今日は皆さんに送りますね。そうだな。愛に込めるその光が未知なる世界に一歩踏み出すための勇気になるように、精神誠意の思いを伝えたい。うん、どんな時もみんなを照らして輝き続けたい。みんなのことが大好きだから。ありがとう。カルナイの皆さんや。マイガール&マイボーイ。私はあなたの男ではない。カルテットナイトだよ。君だけの物語を僕たちと一緒に描いていこう。ああ。疑いよ。俺たちは繋がれる魂を揺さぶるほどの熱さを感じさせてやるよ。ねえ。涙を隠さないで。僕には何でも見せてほしい。君を笑顔にするためなら、どんなことでもするから。そうですね。この身を満たす思いそのものをお嬢様へと手向けましょう。ソングレーター、この歌に乗せて。わ、すごい。ヘブンズの皆さん、僕はヘブンズだと次男さんが今のところ好きやね。待たせたなエンジェルよ、ヘブンズがお前に捧げるものはこの名に誓う最至高の永遠だ。永遠、俺たちは決して歩みを止めない。楽園へたどり着くためだ。誰より愛するお前と共に。タイトルはグロリアスエンジェルズ。眩しい君のこと絶対話してあげないんだからね。ありがとう、いつも一緒にいてくれてありがとう。俺たちの歌が少しでもみんなを幸せにできていたらいいな。ああ、限界超えてワイと一緒に冒険しようや。最高の場所へ連れていたるで。そうだな、何があってもお前のそばに隣におる。俺たちで夢を叶えようぜ。そうだ、いついかなる時も孤独はどこにも存在せぬ。奏でる歌がこの思いがそなたを包み込むであろう。スターリッシュ、カルテットナイト、ヘブンズ、今日私が作った曲を歌ってくれるのは彼らです。どのグループも楽しみだけど、私がこの中で一番気になるのは、もうそんなことやっちゃう。スターリッシュ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 、なんといっても同じ芸能専門学校早乙女学園で青春を過ごした同期の彼らでしょうか。歌のプリンス様、ライブエモーション。え、なんかもう眩しいんやけど。今日も一日お疲れ様。ベッドに入る前に体をほぐしておくといいらしいよ。え、そんな、どういうこと、どういう意味で言うてる。おとやさん、あなたなんなら僕は今日何もしていない。これは、おお、マサト、マサト、お前にはいつも感心させられる。何もしてないのに、こんな時間まで頑張っているとは。明日のためにも早く寝た方がいい。もうまだ8時なんですけど、もうちょっと遊ばせてよ。夜の息抜きにイラストを描いてたんだ。すっごく楽しいよ、君も一緒にやってみない？イラスト描いてた？見たいな、見たい。誰？な、なに？
なんですかこの人。おい お疲れって言ってもまだまだ体力は残ってるぜ。お前もなら一緒に歩いていくか。どこへ夜道。あ、神さん、あ、なんか飲んでた。何飲んでた教えてよ。夏祭りを巡るのってすげーワクワクするよな。屋台で食べ物買ったりゲームしたりさ、一緒に行かね。え、行くんやけど。今日もお互い頑張った。明日のためにも体を休めてバシッと切り替えていくぞ。え、これめっちゃメンタル安定するんやけど。これだってさ、家帰ってきてさ、待っててくれたらめっちゃみんなテンション上がらん。仕事終わりとかいいな、みんな仕事してて。逆に疲れた時はとにかく寝ちまうことだ。しっかり睡眠をとればシャキッとするぜ。ほんま、最近寝起きメンタル最悪。最悪って俺の家じゃねえよな、ここ。やっぱりお前と一緒にいるのはいいよな。安心できるし、すげえ幸せな気持ちになる。バカ。お疲れって言ってもまだまだ体力は残ってるぜ。お前もなら一緒に歩いていくか。トキヤさん、俺だよ、トキヤ。おう、いけた。無視された。君、こんばんは。うん、こんばんは、こんばんは。君の笑顔を見ると疲れも吹き飛びます。私も君の役に立っていればいいのですが。立ってるよ。ああ、いらっしゃい。調子はいかがですか。やっと君から近づいてくれましたね。ええ、待っていましたよ。コンクラブの気分でした。え、さっき翔ちゃんと自分がイチャつらかしてたから。ちょうど蜂蜜でホットドリンクを作ろうとしていたところでした。君も気分転換に飲みますか。飲みます。遠くで打ち上げられる花火をふと目にした時の高揚感と赤涼感は夏ならではの感覚ですね。なんだ、この世界では毎日夏祭りがしているんかな。皆さん、ミニプリっていうところに来たね。家具、へえ、こういうの好き。あ、かわいい。へえ、オリジナル空間を作れられます。3人まで登場します。はんはんはん。へえ、あ、しょうちゃん、かわいい。え、おお。すいません。え、じゃあ名前。愛の部屋。後悔し、後悔してる。後悔。あ、向こう向いちゃった。うい。じゃあ S クラス、 S クラス3人呼んでみる。お、いいね、 S クラス。うわ、こういったらただ楽しいぞ。インテリア一覧。じゃあ草とか。はい、ち、いいね。あ、ここに置けるんや、すごいね。しょうちゃん、これ座るかな。さすがに座りはしないか。じゃあおすすめ訪問してみる。じゃあしら、うわ、なんか、これ勝手に探していいんかな。一人しか呼んでない。一人しか押してないんかな。あ、マザーと、あれ、なんだこれ。あ、挨拶連れて、こんにちは。うわー、なんだこれ、嬉しいな、トモさん。あ、なんか独房っていう。わー、この人は完全に音谷くん推しかな。おー、なるほどね。挨拶しとこう。なんだこれ、もうちょっと出ようか出ようか。止まらん、これマジで。うわ、愛の部屋。